産園アドバイザーグリーンのアグリーンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回は家庭菜園で作った野菜を売ってみませんかというお話をしていきたいと思います。今はまだ1月ですが、いよいよ春の園芸シーズンが近づいてきました。皆さんは家庭菜園で作られた野菜をどうされているでしょうか。自分や家族で食べる、そういった方が多いと思います。作りすぎて食べきれずに困ってしまう方もいらっしゃると思います。私もツイッターをやっているのですが、そこでですね、いろいろな方のツイートを見ます。そうしますと、大量に収穫できたとか、食べきれないとか、そういったツイートも目にします。そして何よりですね、とても品質の高い野菜を作られている、そういった方が多い印象があります。私もですね、農薬化学肥料を使わない有機農家で、少量多品目の野菜をスーパーなどに出荷しています。そんな農家の私がですね、常々感じているのは、家庭菜園で栽培した野菜をですね、自家消費で終わらせるだけでなく、販売してみてはどうかということです。家庭菜園をやられる方の目的はいろいろあると思います。野菜を育てるのを楽しみたい方もいらっしゃれば、作った野菜を自分で食べたり、家族に食べてもらいたい、そういった方もいらっしゃると思いますし、少しでも家計の足しにしたい、節約したいという方もいらっしゃると思います。今ですとニュースでよく物価高を取り上げられます。家庭菜園でもですね、肥料やマルチなどいろいろな資材も高くなっています。最近はですね、収入減や将来の不安から副業する人も多いです。確かに農家のように農業収入だけで生活していくのはかなり大変です。ですので今回はですね、農業を始めてみませんかというよりはですね、家庭菜園で作った野菜を売ってみませんかというお話になります。では次にですね、実際に野菜を売る方法を具体的にいくつかご紹介したいと思います。今はですね、一昔前と違って販路もいろいろとあります。一つはですね、直売所やスーパーの地元野菜コーナーなど店舗で売る方法です。私も少量多品目でいろいろな野菜を栽培しているので、近くのスーパーの地元野菜コーナーに野菜を卸しています。お店によって違いますが、およそですね、直売所やスーパーで販売してもらうには手数料として15から 30% ほどかかります。個人的におすすめとしては、直売所よりもスーパーの地元野菜コーナーになります。今一般のお客さんも新鮮な野菜が食べたいということで結構人気があります。もちろん近くにお店があることが大前提になるんですが、直売所の場合はですね、基本的には朝一で出荷をしなければいけません。一方ですね、スーパーの地元野菜コーナーなどは出荷する時間が特に決められていません。値段も自分で決め、売れ残った野菜などは自分で回収します。ですので、例えばですね、他の仕事をしていたり何か用事があっても時間の都合が割とつきやすいです。ですので、近くのスーパーで地元野菜コーナーなどがあった場合は、お店の人に問い合わせてみるのもいいと思います。スーパーの店先で生産者を募集していたり、お店のホームページで募集している場合もあります。ちなみに私も何件かスーパーに出荷していますが、直接お店の方に野菜を置いてもらえないかお願いしたこともあります。私は農家ですが、そういった地元野菜コーナーに出している人は、農家に限らず出す量が少量の家庭菜園で作られたと思われる野菜を出している人もいます。農家じゃなければいけないという制約はあまりないと思いますが、そのあたりはですね、お店によって違いますので問い合わせてみてください。次にご紹介するのは、インターネットで販売する方法です。インターネットと言いますと、一昔前では自分でホームページなどを作成し、梱包から配送の手配、お金の管理やクレーム処理など、すべて自分でやらなければいけないので大変でした。ところがですね、今はベースやストアーズなどを使えば、以前よりも簡単に自分だけのお店を作ることができ、お金のやり取りなど、いろいろなことが簡単になりました。
インターネット販売といいますと、ポケットマルシェや食べチョクなどもあります。こちらはですね、どちらかというとプロ農家さん向けになります。ある程度出荷する量も質も問われます。場合によっては農薬や化学肥料の使用基準などもあります。そしてこちらはですね、利用された方はご存知だと思いますが、やはりですね、消費者の方から人気のある農家さんなどは紹介されやすい、買われやすいという傾向があります。ですので、単発的にですね、少し野菜が余ったから売るというには厳しいと思います。インターネット販売で言いますと、一番おすすめなのはメルカリやラクマなど、そういったフリマアプリで販売する方法です。メルカリやラクマと言いますと、本や CD、服など、不要になったものや中古品などを販売するイメージがあると思います。ところがですね、今はですね、メルカリもメルカリショップといって、個人のお店のような売り方もありますし、ラクマも野菜や果物など、生鮮品も取り扱うようになっています。実は今ですね、メルカリやラクマなどで野菜や果物を売る人も増えています。そういったところで販売する方の中には、一般の方もいらっしゃれば、農家の方もいらっしゃいます。メルカリやラクマですと、出したい時に出したい量だけ、自分の決めた値段で出すことができます。ですので、今はすごく販売しやすくなっています。気をつけていただきたいのは、販売手数料として10%程度かかる。送料はですね、出品者が基本的には負担するということです。気になる方はですね、メルカリやラクマなどの販売にあたっての注意事項をよく読んでからやってみてください。今回は家庭菜園で作った野菜を売ってみませんかというテーマでやってきました。野菜を売るというと、なかなかハードルが高いイメージがあるかもしれません。ところがですね、今ですと気軽に自分だけのお店を持ったり、メルカリやラクマなど、そういったフリマアプリで簡単に売ることもできます。正直、そこまでハードルは高くありません。今ですね、いろいろなものの値段が上がっていますし、副業なども流行っています。もしですね、食べきれないぐらいたくさんできたときは、作った野菜を売ってみてはいかがでしょうか。ぜひチャンネル登録をお願いします。動画に関するご質問、ご感想はコメント欄よりお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。